何か聞こえた。熱くなる。ここに来るべきじゃなかったわね。俺は驚いた。いいだろう、聞いてやる。お前にはすでに最後の崇拝者の死に際の願いを叶えてもらったからな。せめて頼みの一つでも聞き入れてやろうじゃないか。信者たちは吸血症にとても苦しみ、治癒してほしいと俺にすがりついてきた。そこにお前が現れ、あいつらの苦痛を終わらせてくれたんだ。俺が考えもつかなかった方法でな。それで心から望むものは何だ？どんな取引をしたい？何？あの忌々しい奴とか。冗談じゃない。頼みは断る。なしだ。奴を始末できたらどんなに嬉しいことか。たとえこのみすぼらしい祠の最深部、いや、どこかに閉じ込められることになってもな。ああ、奴が俺の力を奪った方法があるはずだ、おそらくは。だが、確証はない。斧だよ。非常に強力な力が宿っている斧。俺が手にしても十分に満足できるほどに強い斧だ。それを持ってきてくれれば、お前の願いを叶えてやろう。無条件でな。突拍子もない、悪ふざけもなしだ。まあ、少なくともお前にはな。確か、ライムロック靴に眠っているはずだ。バルバスが先導してくれるだろう。あのイルッコロメ、俺から力を奪う気でいるかもしれないな。いつものクラビカスの悪ふざけだよ。セバスチャン・ロートというウィザードに破信信者の娘がいたんだが、
その娘がウェアウルフになるのを見てセバスチャンは正気を失っちまった。愛する娘が獣へと姿を変えたのが見るに耐えなかったんだな。あのウィザードは娘の呪いを断つ力を求め、そしてクラビカスが斧を与えたってわけだ。Ah!
最高の斧を持ってきたか。それに俺の犬まで連れてきてくれたのか。素晴らしいぞ。よくやった。勇者とその忠実な仲間が古代の秘宝を王子のために持って帰ってくる。まるで一発のおとぎ話だな。ああ、でもそんな風に武器を献上するのは恥ずかしいだろう。お前にその斧を持たせてやってもいいんだが、ただし、バルバスを殺すのに斧を使う場合だ。簡単なことだろう。ふん、本当につまらない奴だな。どこかで楽しいことを見つけてくるしかないか。あの犬が俺に戻ったら完全な力を取り戻すことができるんだ。世界中の人々が俺を待っているんだよ。お前さんのこと信じてたよ。はいはい、犬は飼い主を得て、飼い主は魔法の斧を得ましたとさ。めでたしめでたし。さっさとこっちに来い、犬っころが。心配すんな、必ずあいつに光を見せてやるよ。俺がお前さんを信じたように今度は俺を信じてくれ。ああ、素晴らしい気分だ。洞窟に数年間閉じ込められた後、強大な力を手にすることがどれだけ最高の気分か、お前には想像できないだろう。あの犬っころを元に戻せなんて、実につまらないことを望むとは残念だな。お前にしては随分と夢のないことを言うじゃないか。そういう野心のない人間には罰を与えるべきだな。お前を芋虫に変えたり、もしくは数十年間、うん、まあいい、願いを叶えるのをやめるだけだ。それよりも俺には魅力的な取引があるんだ。